めちゃくちゃ悔しくて本当に悔しかったの。なんかもう、あ、これ捨てたら1位だったんだ、ここの角切る無理にでも取ってれば同点だったんだみたいなのもあって、今まで優勝したいっていう言葉あんまり出してなかったのね。なんか今理由はもちろんあるんだけど、その奈良はこの手の、まあ、CR カップってものすごいレベルが高いけど、カジュアル大会で配信者が集まってやってるさ、まあ、ルールのね大会なわけだから、なんか勝ちにこだわってバチバチにやるよりも奈良は楽しくやった方がきっと正解なんだろうなって思ってたんすよ。そうだからあんまり優勝したいとかは言ってこなかったんだけど、多分どのゲームの時にもあんまり言ってこなかったと思う。あの自分一人の責任の時は言ってるけどねそう、あの自分一人の大会の時にさ、マリオカートだったりとか、そう、そういうね時の時には言ってたけど、チームで組むやつは周りに迷惑がかかるから絶対言わんようにしてたのか。バロラント優勝した時もね、多分ね最終日ぐらいまで行ってないかもしれない。そう、めちゃくちゃそんな感じでやってたけど、なんか、あ、勝ちたいなってめちゃめちゃ思ったし、あのね、俺なんかこの話思い出す、なんか悔しくて、なんか思い出すとずっとね泣いちゃうんだけどそう、未だになんか自分で決勝っていうか、その最終試合とか初戦の反省するたびにめちゃめちゃ泣いて、なんかね、今回 AM も誰か自分の悪いと思ってなかったし、動きもそんな悪いことしてないと思ってたがためだけに悔しくて、そう、めっちゃ悔しかったの。みんなに聞いてほしかったなんか誰かはこう、なんだろうね、なんか誰かからの評価とかじゃなくて、単純にセリーが強いって言ってくれてて、優勝できるよって言ってくれてたのに期待裏切ったのがめっちゃ悔しかったそう、めっちゃ悔しかったそう、それだけ、それだけだった